今回はこの、窓の木枠のペンキをですね、このランダムオービタルサンダーで剥がしていこうと思います。この囚人機をね、サンダーにこのホースを接続して、この吸い込んだ粉塵がもう直接このホースを通ってさっきの囚人機へ行くようにね、やってできるだけ粉塵が飛ぶのを防ごうと思います。まず1枚できました。めっちゃ時間かかる。やっと終わりました。もうね、夕方ですわ。もう疲れた。この作業もしたくない。もう嫌だ。ではまた。